地下の巨大水車、ランメルスベルク鉱山。ランメルスベルク鉱山は、ドイツ、ニーダーザクセン州南部のハルツ山地の海抜635メートルの鉱山で、1000年以上前から採掘が行われていた。ヨーロッパ屈指の歴史を持つ、ランメルスベルク鉱山とゴスラーの旧市街は、1992年、ユネスコ世界遺産に登録された。ランメルスベルク鉱山の歴史は、 銀の採掘から始まった。その後、銅、鉛が採掘され1980年代に鉱脈が枯渇し、1988年閉鎖された。最近の考古学的な調査によると、本格的に採掘が始まったのは13世紀から14世紀頃のようである。しかし、4 0トルほど離れた3世紀から4世紀の 遺跡から見つかった金属機にランメルスベルクの鉱山産出の金属が含まれていることが確認され、採掘が始まったのはローマ時代1000年以上前であると考えられている。1000年以上の歴史を持つランメルスベルクの鉱山は2700万トンの資源を産出したと考えられている。鉱山が廃業した後、鉱山と産業の歴史を示すために博物館が設立された。 1992年、ゴスラーとランメルスベルク鉱山はユネスコ世界遺産に登録される。ありがとうございます。